師走。年末は誰もが忙しく、先生さえも走り回るという意味。そして借金執事も走っていた。イナータルドリフト。このアニメは法定速度を守ってますわよ。おすごいぞ、ハーデ。もはやストコーンに敵はいないぞ。え、もうブースト全開のこのボコに追いつけるやつなんかいませんよ。でも自転車で首都高を走っていいんですかね。うん、よかった、首都高を買い取っておいて。大人の事情。そうそう。クワッシング。夜の首都高においてはレース開始の合図なのよ。分かっていません。奇跡はこれからです。どうしますか、マイクル。ちっと、俺はお前を信じてるぜ。ねえ、何人とたりとも僕の前を走らせはしませんよ。おお、時が見える。死の高速コーナー 600R だぞ。次のコーナーでバックミラーから消してやります。ないけどね、バックミラー。スロットル全開で突入してクリアできる確率は 27.8% です。ちょっと、俺はお前を信じ。マイクル、こぼさないで。いけるか、ヒギ、溝落とし。マイクル、どうしますか、マイクル。よし、ちょっと、ロケットブースターだ。無茶です、てかバカ。一人の男が世界を変える。